韓国人選手のチーム離脱で、韓国プロバスケットボール界が非常事態となり、リーグを中断すべきとの声も多数上がっている。2019-20現代モービスプロバスケットボールが新型コロナウイルス感染拡大の影響を受けている。な観客試合が決定したのに続き、 自ら契約破棄をして韓国を去る外国人選手が現時点で3人出ているのだ。プサンクトのアレン・ダーラムは26日、チームを離れるとの意思を明かした。ダーラムは SNS を通して、安全のために米国に帰国することを選択した。僕にとっては、何より家族が最も大切だからと明かした。 紅葉オリオンズ所属のボリス・サボビッチも韓国を去る決断を下した。チーム関係者によると、サボビッチは妻がセルビアで出産を控えていることを理由にチームを離れ、新型コロナが怖いと帰国を選んだという。韓国バスケットボール連盟の関係者は、クトとオリオン側より、リーグ中断要請を受けた。特に、 クとは外国人選手二人が一度に抜けて点も大きいとしながらも、チーム別に立場が異なるため、簡単に決定することはできない。状況を重視していくと説明した。